聴ありがとうございます。旅すべき者男子のバオシンです。この旅行動画にぜひコメントと高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。関西福井編第5話お届けします。現在地は城崎温泉なんですが、ここを出発地に山陰本線の列車に乗って観光地として有名な余部鉄橋を目指します。どうぞ最後までご覧ください。早速城崎温泉駅に向かいたいと思います。城崎温泉駅戻ってきました。時刻表を調べたところ、鳥取行きの列車が午前11時56分に城崎温泉駅を出発するそうです。まずはその列車に乗って余部鉄橋の最寄り駅、余部駅に向かいたいと思います。2番線に停車中の列車、11時56分発鳥取行きの普通列車でした。なんとか鳥取行きの普通列車乗り込みました。残り5分で出発です。2023年8月3日午前11時56分、城崎温泉駅を出発しました。今、竹野駅という城崎温泉駅の隣の駅にいるんですが、すごいことになっています。さっきまで車内ものすごい長い列になっていて、海外の方も日本人の方も含めて長い行列を作っていらっしゃって、さっき顔を合わせたオーストラリアの方は竹野のビーチを見たいとおっしゃっていました。竹野駅出発しました。自慢話に聞こえたら本当に心苦しいんですけど、3年ほど英語を勉強してまして、ただここ最近は全く使う機会がなかったんです。まさか城崎や山陰本線で海外の旅行者の方々と一瞬ですけど知り合うことができて、忘れかけていた英語は再び使うことになって、嬉しい気持ちでいっぱいです。余部駅です。もう余部鉄橋渡ってますね。今待合室にいるんですが、しばらくの間身動きが取れそうにないです。困ったな。これは雨の方がまだ心配なんですが、気をつけながら余部鉄橋の風景も含めて楽しんでいこうと思います。まさかこうして線路の上を歩けるとは思いもしませんでした。心配された雨もどうやら通り雨だったようでほっとしました。本当にいい風景が広がってます。あちらには海がありますし、そしてこちらには山があります。今回初めてなのであまり多くを語ることはできませんが、景観も素晴らしくて海と山が両方楽しめる駅というのはそうそうないんじゃないでしょうか。画面奥に見える建物に注目していただきたいんですが、あれは余部鉄橋のエレベーターなんだそうです。地上まで降りられるそうなので向かってみようと思います。近くで見ると結構大きいですよ。さてこのエレベーターからどんな景色が見られるんでしょうね。先ほどの通り雨の影響で滑りやすくなってたんですけど、撮影するのに夢中で全然気づかなくて危うく転んでしまうところでした。本当に運が良かったです。気を取り直してもう一度エレベーターに乗ります。
画面に収まりきりませんが、これが余部クリスタルタワーです。上に鉄橋があります。ほんの数分前まであの場所にいたんですね。随分高いところにいたものだ。余部鉄橋空の駅開設記念ということで石碑が立っています。何やらまた空模様が怪しくなってきたんですけれども、この余部鉄橋、確かに観光地としてはこれ以上ないくらい最高の場所だと思います。残念ながらご飯を食べる場所が限られています。それでその食事どころなんですが、おすすめなのがこちらです。道の駅余部という施設があります。日中の時間帯だけなんですが食堂もあります。前日に電話で食事のシーンを撮っていいか許可は取ってますので、お腹も空いてきたのでお昼ご飯にしようと思います。ここにあるのは上町立余部小学校の児童の皆さんによる絵画だそうです。本当力作ぞろいだと僕は思います。ここが道の駅余部です。この道の駅には可愛らしい駅長さんがいます。ウミガメのソラちゃんと言います。毎日午前と午後の1回ずつ触れ合いタイムが設けられてまして、午前の部に関しては忘れてしまったんですが、確か午後の部は午後3時から午後4時の間触れ合いタイムが設けられていると聞いてます。あとはソラちゃんの気分次第らしいです。時間があれば会いに行ってみてください。それでは日本海の美味しい海の幸、僕にとってはふるさとの味ともいえる海の幸をいただこうと思います。カニ食べられるかな。ちなみに営業時間は午前9時から午後6時までとなっています。道の駅余部さんの注文方法は券売機で食券を買う仕組みになってます。カニちらし寿司ホームページで見ているので、今回はこちらを注文したいと思います。お店の方のご好意でこちらの席使わせていただけることになりました。注文したお料理が来ました。ご紹介します。こちらが鉄橋御膳、税込み1700円です。いただきます。特に注目していただきたいのはカニちらし寿司。まずはいただいてみましょう。見てください、あふれんばかりのカニがボリューム満点です。一口食べた瞬間にカニの旨味が弾け飛ぶちらし寿司です。こちら天ぷらなんですが、この抹茶塩で召し上がってくださいとお勧めされました。こんなもんでしょうか。確かにふんわりとした塩加減で抹茶の爽やかな風味を感じますし、この天ぷらもサクサクで美味しいです。こちらのカード記念品としてついてきました。完食しました。ごちそうさまでした。完全に勘違いしてたんですが、空の駅の駅長そらちゃん、ここにいました。ご本人と対面できただけでもいいとしましょう。また汗だくでお見苦しい状態になってしまったと思うんですが、再びこちらのエレベーターに乗りまして、余部駅に戻りたいと思います。ギリギリに乗車しないように余裕を持って浜坂行きの普通列車乗りたいと思います。
階の方に戻ってきました。すぐ隣にはアマルベ駅へと伸びている線路が見えています。ちょっと金網で見づらいかもしれませんが、名残惜しいのでもう一度見ていただくんですけども、日本海が広がっています。本当に楽しい時間を過ごすことができました。に浜坂行きの普通列車入線します。アマルベ駅から先、ほとんど端折ってしまったんですが、最終目的地の倉吉市、到着しました。そんなわけで、今回の旅行動画どうでしたか？ぜひコメントと高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。次回の関西福井編第6話回、旅の舞台は福井県に変わります。福井市内で一泊するホテルと美味しいものを中心にお見せしますので、どうぞお楽しみに。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。